乃木坂46の久保詩織が、8日放送の、乃木坂46のオールナイト日本放送、毎週水曜深夜1時に出演。同日に出演したラジオ番組、レコメン、文化放送、毎週月曜から木曜夜10時について振り返った。久保詩織、レコメンへの出演に、いろいろやってきちゃった。この日、放送ギリギリに現場に到着したという久保、ちょっとどぎまぎしましたが、なんとか間に合いまして、と番組をスタートさせた。理由は、レコメンのパーソナリティを務めるお笑いコンビお天気のノリと、メンバーの田村慎介が3月末で番組を卒業するため、まず文化放送でレコメンに出演してから、日本放送のスタジオに駆けつけたためだったそう。行っちゃおう、ということで行かせていただきました、と交渉の末の出演だったそうだが、ここのリスナーさんには聞かないでほしい。いや、もちろん聞いてほしいんだけど、いろいろやってきちゃったのよ、と告白、ぶりっ子で、バイバーイ、とか、と話して、頼むから、どうれ、って言って聞きに行かないでほしい、とリスナーに呼びかけていた。久保詩織、田村慎介の、レコメン、卒業に、寂しい、また、久保は田村の、レコメン、卒業について、同じ水曜日の担当として田村とはずっと、例えばライブの後とかの時に、30分だけ合間あります、とか言われた時一緒に寝て待機してたり、一緒に頑張ろうって言い合ってたから、卒業しちゃうのは寂しい、と、共に時間を過ごした田村への思いを口に。そんな田村の、卒業、だったからこそ、その前にどうしても行きたかった、と久保。共演することができたことがことのほか嬉しかった様子で、交流戦できてよかったですねと他局ながら出演できたことを、交流戦、と、野球好きの久保らしく例えてコメント。まさかやらせてもらえるとは思わず、嬉しかったですね、本当に楽しかった、と田村の卒業前に共演できたことを嬉しそうに振り返っていた。